皆さんこんにちは、しょりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はね見てください、こちらの呪術廻戦とねプッチョがコラボしててですね、こちらをなんと10個買ってまいりました。プッチョっていろんなアニメとコラボするよね。そうですね、いろんなのとコラボしますよね。ね、今回はね薬局でねプッチョ見かけたので、私ねなんかそんなプッチョ好きじゃないっていうか苦手なんですけど、食べれました。カシスグレープだからね。うん、多分カシスだよね。カースグレープソーダ味。でも美味しかったよね。そうなんです、超美味しかったんですよ。はい、どういう形でコラボしてるのかっていうと、まずシールが1枚ついてるんですよね、9種類のうちの1枚ついてて、それであとプッチョのね小袋なんですけど、その小袋の袋がキャラクターなんですよね。で、なんで知ってるの、食べたことあるのって思うじゃないですか、実はですね3パックも買って開けちゃってるんですよ、ね、ママがねたまたまお買い物してたらあったから、はい、とりあえずね3つだけ買ったんですよ。さあ、しほちゃんがね、はい、中がね、ママはねシールが入ってるだけだと思って、あとのこの包装までこの呪術廻戦のキャラクターだと思わなかったので、はい、まさかと思ってね、なんかねこんな感じでね袋にもね、そう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 、キャラクターたちが描かれてるんですよ、うん、はい。でね、じゃあせっかくだからはちょっといっぱい買ってシール集めてみようかなと思うので、今回は10個買ったんですけど、はい、でねこの3個買って、はい、3種類のシールが出たんですよ、うん、で出たのが虎杖悠仁と栗崎野薔薇、栗崎野薔薇なんです。野薔薇ちゃんが2枚、そう、野薔薇ちゃんが2枚出ちゃって、悠仁が1枚。でも私の推しがね聞いて、悠仁と野薔薇ちゃんの、じゃあもう超最高じゃん、もう推し出ちゃって、あもうね、まあでもあと7種類か、一応うん全種したいなと、うん、コンプリートしたいなと思って、はい、うん。でね、あのダンスのねお友達が、はい、呪術廻戦めっちゃ好きなんですよね。そう、全然好きなの。そうだからこれをね、はい、あの今度ダンスあさって、しあさってか、はい、あるのでクリスマスそうに、これねプッチョねこうなんか袋に詰めてね、はい、あげたら喜ぶかなと思って、絶対喜ぶと思う、なのでまたいっぱい買ってきたんですけどね、はい、それもありますね、それもあって、はい、で一回試してやったんですよ、うん、この全種類入れて、あのでも 3個じゃこれしかできなかったんです。あ、そう、1個しかね全種類ポンプはできませんね。ちょっと見にくいし、入れ物もね透明じゃないから水なのなんかいい袋がなくて、そう、家にあるのにやっちゃったからね開けるときは透明な袋がいいかもしれない、ね、透明にしよう、うん、はい、はい、ということで早速開けていきたいと思います。はい、いや楽しみですね。じゃあまずは全部シールを開けちゃいましょうか。はい、ちょっとカメラをね、恒例に近づけます。やっぱシールもそうやって中に入ってるんだね。そうなの。じゃあ一回シールをね、出したいと思います。はい、 OK、 10個ですかね。はい、2、4、ロー、ヤーと、ということで、はい、じゃあ10個ね、はい、開けましょうか。はい、じゃあ開けましょう。またちょっと近づけますね。じゃあまず一人目はこちらです。おー、マキ先輩です。マキ先輩、私さ最近ほんとなんか、今回はすごいね、女子が一発目から来てくれた、嬉しい。もちろん、ね、出てませんね。もちろん出てませんね、はい、中身気になるね、嬉しい。もう野薔薇ちゃんとマキ先輩が出てくれてほんと嬉しいんだけど2枚目いきます。待って、逆だった、いきますね。野薔薇ちゃんですね、はい、嬉しいですよ、3枚目3枚目ですよこれ。ちょっとそういう時に限って野薔薇ちゃんばが出たりしてでも私にとっては超嬉しいんだけど、そうなん、うん、コンプしたいよね。あとリミの推しも出してあげたね。誰だっけ、リミ、犬巻先輩、犬巻先輩、そうそうそう。次いきまーす。ほっ、あっ待って、私中身まだ見ないようにして、そしてイントですか、見ちゃった。いきます。はい、もうパンダですね。パンダがいるんだよね。
まあでも出てなかったからね、これはこれで。パンダってもう覚えやすいでしょ、うん、パンダは覚えやすいね、だってパンダだもんそのままや、見てなくてもわかるよね、呪術回戦、うん、あとね、いつも出てきてくれる五条先生とかまだ出てないじゃん、うん、いきます。ほっ、お、スクナが出ました。これも出てない、出てないですね、うん、嬉しいです。やった、スクナ出たんだけど、やった、やば、うん、今のところ今回、今のところそろって、かぶってないから、うん、ね、かぶってない、まあ、前回の入れないで、うん、いきます、次、ほっ、ほっ、あー、見てください、出ました、リミちゃんの推し、あー、先輩、先輩先輩出ました、出ましたよ、やば、え、嬉しい、あ、今のところ順調じゃない、うん、5種類全部違う、この3人出てくれた、うん、2年生、ここ、うん、は6種類でも出てる、あと3種類揃えばコンプ、はい、ね、あーでも厳しいね、あと5個しかないからね、厳しいかな、どうしようか、いきます、はっ、おーすごい、牛がやば、え、なんでこんなかぶんないの、私すごいね、適当に買ってきたんでしょ、適当になんか直感でこう、これとこれとって選んだんだけど、だ、ね、え、すごいじゃん今のところ、え、今のところすごいよね、うん、え、やば、嬉しい、ちょっと待って、いつもさ、最初の方に出てくれる五条先生がまだ出てきてくれてない、確かに、そうだね、今日はなんでだろう、今日はなんか出てきてくれない、うん、いきます、はい、ほっ、うわー、やばい、ナナミンが出ました、すごいじゃん、すごくね、私やばい、ちょっと待って、やばい、今のところ買った10個かぶってない、かぶってないんだけど、え、やばい、でさ、買った10個、あとさ、このさ、うん、3つの中にさ、ユージと五条先生が出てくれれば、うん、コンプ、そうだよね、ユージはもう持ってるんでしょ、持ってるけど、あの3個カウントしないで、あー、そっかそっかそっか、かぶらない、とりあえず五条先生が出れば嬉しいね、うん、うん、で、五条先生、ユージ、野原ちゃんが出てくる、また野原ちゃん、もう 3個あるけど、まだですかまだ欲しくないここまで来たら、いきます、ほっ、あ、すいません、いきます、あ、まきちゃん、まあ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 、こっからはもうほんと、こっからはもうほんとかぶるんで、かぶりとの戦いですね、はい、いや、あと2枚なんだけど、どうしようだね、これ、五条先生だっけ、あと、うん、が出ればコンプだね、とりあえずコンプですね、五条先生来い、五条先生来い、いきます、あー、野原ちゃん出た4枚目嬉しいけど、あとラスト1枚やば、超嬉しいんだけど、この時五条先生出ないね、はい、五条先生この前いっぱい出てくれたじゃん、来てよ五条先生、お願い、お願いします、来てくださいませ、さあ最後の1枚です、あと1個いければコンプなんですけどね、どうでしょうか、本当にやばい、怖い、えー、待って、ちょっと待ってちょっと、どんな行くよ、行くよ、行くよ、せーの、え、何それ、やばい、五条先生が、すごい、やばくね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 、ちょっと待って、コンプしたんだけど、また先輩、すごいね、まあでもユージは出てないけど、前回出しといてよかったってことじゃない、そうだよ、前回ユージ出しといてよかった、ママの神引きもかなってるよね、そうだよ、前回の3つはママが選んだので、こんな感じでやってね、うん、これですよ、これ前回のねシールがね、この3枚なんですよ、うん、はい、ユージとこの野原ちゃん2枚、うんうん、で今回の、うん、シールがこちらですよ、こちら、こんな感じでしたね、野原ちゃん4枚とかやばい、結構いい感じだったね、適当に買った割にはでしょ、うん、待って、はい、リミに後で見せよ、これ、うん、見て、出たの出たのはい、じゃあとりあえずね、コンプリートいたしました、おめでとうございます、ありがとうございます、9種類超嬉しいです、まあ13個も買えばねなんで今さらラスト1枚まで分かんなかったのにはい、じゃあプッチョを並べましょう、プッチョさ、何が出たか、9種類さ、そう、プッチョも9種類あるから、そうなの、
9種類がどれだけ、9種類がどれくらいできたか数えよっか。そう、どれくらいの割合で入ってるのか、10箱を全部ね、10袋か、うん、どれぐらいの割合で入ってるのか、10袋をね、はい、全部ね、中身並べてみたいと思います、種類別に。はい、はい、はい、じゃあ一気にやってしまいましょう。はい、じゃあね、並べました。はい、こんな感じでございます。全部映ったかな。10個でこれです。こんな感じです。1、2、3、4、5、6個。ん、誰ちゃんが6個？あ、うん、あの9種類全部6セットできましたね。ああ、じゃあお友達にもあげられますね。6セット、よかったよかった、6セットできてね。6セットできた。はい、シールもねちょっと横にね、こんな感じで、はい、並べましたね。全種類です、コンプリート。イエーちょっと見づらいけど、はい、はい、ということで今回はねこちらのね、呪術廻戦とね、プッチャがコラボしてたので買ってきてみました。ということで、それではバイバーイ。皆さんこれ、あの呪術廻戦が好きな方なら多分誰が出ても多分嬉しいと思う。あのね、あのね、本当に多分ね、この中にね、いっぱい入ってるじゃないですか。あのね、シールがね、推しじゃなくても絶対興奮するとこれは、本当に。はい、じゃあね、バイバーイ。え、超嬉しいね、これ。